お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、シーズンが終わりましたっていうわけで、さっきまでね、もうずっとね、マルチしてました。昨日の夜ぐらいかな。ほんと夜11時ぐらいからずっとやってて、もう17時間ぐらいかな、約。はい。まあ途中なんかご飯食べたり休憩したりもしてたんですけど、ずっとマルチね。やってて、ちょっとね、今終わって、はい。結果発表の方をね、したいかなと思います。というわけで、メガナイトオールブレイカーをね、まあ、最後はこれ使ってたんですけど、46位フィニッシュですね。はい、世界46位フィニッシュで、終えることができましたよと。で、前シーズンが多分65位だったのかな。はい、というわけで、まあ前シーズンよりは上に来れて、まあ46位で結構、まあいい数、いいですよね。個人的にはまあ嬉しいんですけど、まあ30位内を一応目標にしてたんで、まあそこはちょっと悔しいですが、まああと1勝ってことですね、あと1勝。はい。まあ、ですが、ちょっと、こう、だんだんとね、こう、前シーズンより上、さらにその前より上っていう、なんか、だんだんこうね、数字が今上がってきてるので、いい感じにね、来シーズンもね、まあ、頑張れたらいいかなと思います。というわけで、8000に行けましたね。でも8000マジでなかなか行けなかったんですよ。7級ぐらいから永遠に苦しんでて、8000全然行けなくて、もう残り40分か、残り45分とかで、なんとか8000にギリ到達して、で、最後ギリ上げれたって感じですね。はい、ってなわけで、スパーキーがめっちゃいましたね。もうやばいっすね。まあ、えぐいぐらいスパーキー。もうスパーキーが本当に2、3回に1回ぐらい来る定期ですね。で、スパーキーによく駆られましたね。はい、というわけで、リプレイを何見ようかな。これ、最後のは、まあ、なんかね、すごい変な試合でしたね。で、これ、アイアム JP 選手、キックスのプロですね。あ、去年キックスのプロで、今年は、チームケソ、海外のプロ選手ですね。と、まあ、この辺かな、この辺の、あとザゴット選手も海外のプロですね。めっちゃ上手い人ですね。これ負けたんですけど、マジめちゃくちゃいい試合したんで、ちょっと見せたいですね。で、あと小物系が流行ってたスパーギーですね。まあ、そんな感じで、ジャイスケだという感じですかね。あとはなんかロイホグとか使ったり、今季はロイホグとロイホグ3種とメグナイトオールブレイカーと、まあ、ラバーとみたいに使って、で、最後上がったのがメガナイトって感じですね。というわけで、ジャイスケラー、まあ、メガナイトオールブレイカー、ジャイスケラー、このチェーンスケラー、ディガっぽい JP。この4本行きましょうか。はい、というわけで、このね、ジャイスケラーから見ていこうかなと思います。いやー、疲れた。マジで疲れた。本当に疲れましたね。もう早く風呂入って、風呂夜入ったんですけど、ちょっとね、もう疲れたんで風呂入ってもう寝たいですね。はい。速攻寝たいです。もう6時ぐらいに、夜6時ぐらい寝て、動画上げて寝て、明日早起きしてかな。はい。できるとね、いいですね。というわけで、このメガナイトオールブレイカーで、ね、ジャイスケラーですね。ふぅ、何話せばいいんだろう。まず、まあ、ウォールブレイカーで基本的に削ってきますね。で、今、ウォールブレイカーというか、高回転、なんか、小物ディガっぽいみたいなのがね、すごい流行ってたんですよね、最後の方。そう、それに対して、ちょっと強いのが、これ、なんで、まあ、メタ的な感じでこれを使って、それ弾けたら結構美味しいみたいな感じでね、やってて、まあ、何回か弾けて、まあ、その代わりスパーキー弾くとほぼ勝てないみたいな感じだったんですけど、まあそんな感じで、ここは相手が攻め雪玉までして、このミニペックをね、受けれないっていう感じですね。まあジャイ速攻ミニペで溶かしてたのがでかいですね。で、いい感じにタル飛ばしつつ、ウォールブレーカーも飛ばしてね。これで両サイドしっかり削っていきます。で、多分1個取られるだろうなっていうのがあるんで、まあ1個削りつつ、逆サイもね、軽く削りつつと。いった感じで、ディガーがあるんで、まあ、多分削りきれないってことはあんまないと思いますね。相手がガチ防衛すると、わかんないんですけど。はい。というわけで、これはそうですね。まあ、マスケから入って、メガナイトがね、むずいですね。なかなか。メガナイトを、こう、先出しし、ても、後ろから後でね、ミニペットマスケで処理されるんですけど、まあ、相手、ヤナメユキか。なんで、まあ、このマスケをね、延命したい用のメガナイトですね。延命用の。で、こう、早めにジャイ溶かしてあげて、多分ザップも打つと思いますね。打たないかな。打つ。で、打って、ここのマスケ対決相手は制そうとしたんですが、僕のマスケが優秀ですね。で、多分、135を降りに行くかな。どうだろう。一回行かないのか。行かない？行くのか？さあ、どうする俺。
あ、折りに行きますね。確実に折りに行きの、さ、相手は逆さえますけど、リーが処理しようとするが、まあね、削れないって。ここで、コウモリもね、ジェイを溶かすのに使ってますね。で、ここで今攻めて、ここで攻めたことによって、このウォールブレイカーがね、一発入ってますね。こう、守りながら、攻めるっていうのは結構よく言うと思うんですけど、それが大事ですね。今の、ウォールブレイカー飛ばしてなかったら、ここで、守っては守ってるんですけど、ダメージ受けてて、相手のタワー削れてないとね、後半だんだんしんどくなるんでね。まあ、こんな感じで、ガンガン攻めていきますね。こっちは高回転なんで。で、最後377、これ。正直、守れないなと思ってたんですけど、ワンチャン守れるんじゃねっていう感じのね、やつで守れちゃいましたね。というわけで、これで8000いけたのかな。これに勝って8000いけたんで、でも僕はこの時相当気分良きですね。はい。そうですね。これが8000昇格戦ですね。で、スパイキンに負けて、で、小物はさ、上のやつ見るとして、これですね。これ、チェーンスケラー、まあ、来シーズン、スケラーでタワーダメージ入るようになる、トレネでね、タワーダメージ入るようになる、なると、まあ、攻めトルネがちょっと、まあ、危ない。まあ、どうだろうね。タワー裏30シーとかにさえ、トレネしなければ、まあ、使えるっちゃ使えるんで、逆に、普通に相手のタワーにね、ダメージ稼げるっていうのも、まあ、いいかもしれないんで、まあ、チェーンスケラーはどうなるかわかんないですね。このデッキが、まあ、ボムタワー型になるのは間違いないんですけど。はい。どうなるかといったところで、このザゴット選手は、なんかね、海外の人が、まあ、主催してる大会、たまに日本の選手とかも出るんですけど、で、優勝した選手ですね、この前。はい。えぐいですね。えぐいです。スケラがもともとうまくて、まあ、世界一のスケラ使いって言われてて、で、本当にスケラがうまいですね。で、これはちょっと疑惑なんですけど、これ、やり5分の1。僕のタルババが空振ったことになってんですよね。で、ここのトルネもちょっとうまいですね。ここミニペをトルネでやって、そう。このミニペのダメージを抑えられたのはね、ちょっと辛いですね。で、ウォールブレイカー入るんですけど、これだと両サイドに今削れてるのはいいんですけど、削りきれないが怖いんですよね。千何本とか言ってるといいんですけど、2000だと、ちょっとね、なかなか削りきれないんで、ここのウォールブレイカーが、2200の方に転がしてたら、800かな。あれ何部だっけ、ウォールブレイカー一発。400とかだよ。480とかかな。なんで、もう900ぐらい入ってたら1300とかだったんでね。ここを削れてないのはちょっと痛いですね。若干痛い。で、マスケ、ベビーに徹底かな、このデッキだったら。このデッキ、来シーズンも全然ありそうですね。環境変わった後も。こや、あ、ミニペか。あ、ミニペが近距離になれるのが、ちょっと、際どいかもしれませんが、でも、攻めますね。受けから行くと、相手に形作られて、これもね、ザップ打たないとオールブレイク入らないんで、ザップってゴリゴリ入れていって、って感じかな。そうですね、受けから行くと形作る対決で絶対勝てないので、結構攻めてますね。で、相手は陸毛があんまり優秀ではないんで、こんな感じで、ここ、オールブレイクさっき飛ばしたんで、飛ばせなくてよかった。いや、ここはいいのか。ここは良くて、ここのウォールブレイカーはまだいいんですよ。相手はビビドラタレで処理してきてて。次ですね。マジで。ここ早く、ミニペ飛ばせ、早く。ここだな。多分同じことをもう一回するんですよ。だから、相手に普通に読まれちゃうというか、綺麗に防御されちゃうんで、ベビーの位置を、じゃあディガーの位置をベビーの竹取れる位置か、ちょっと違うところに変えておけばよかったですね。で、ミニペ入ってるんですけど、これよくないですか？この攻め取るので、僕のタワー1300ぐらい全部ワンパンされましたね。これ。正直勝ったなと、まあ勝ったなとは思ってないけど、勝てそうというか、ええ感じだなっては思ってたんですよね。でも800、900ね、いい感じに削らして、みたいな感じですね。あっちからすると。まあ強力うまいですね。完全に。で、最後ワンパンするっていう。いや、これ悔しいですね。これ勝ってたら37もらえてますからね。これで37だったら、順位も全然変わってますからね。いやー、もったいないですね、マジで。めちゃくちゃ悔しいな。やっぱ最後の方になると、なんか勝ったり負けたりっていうのがね、続くんですよね。なんか、うわー、勝てそうなのに負けたとか、うわー、負けそうだけどギリ勝てたみたいな感じの、やっぱ試合が続くんで、それはちょっと楽しいですね。で、ザップを決めていき、これですね。この高回転のデッキがすごい流行ってますね。ロイフグか。ロイフグ使ってて、これにね、ほぼ勝てないのよ。今、ロイフグの形がね、すごいんですよ。なんかもう、ロイフグの形4種類ぐらいあって、
五分小屋入りのロイフグと、なんか五分小屋がないババのロイフグと、ミニペのロイフグとみたいな、なんかもうすごいんですよ。ロイフグの景色えぐいぐらいあって、そのうちのもう一つ以外かもうほぼ全部に、まあこの強いっていうのがこのね高回転ディカプリですね。ちょっと流行ってたんでロイフグでなかなか上がんなかったっすね。このウォールブレイカー釣りがうまいですね。これあのうまい人みんなしてきますね。ユニットウォールブレイカーで釣りつつ、しかもウォールブレイカーがこう攻めでねタワーにダメージ与えていく、これされるとマジで辛いですね。これだけで結構ダメージ受けてるんでね、しかも防衛される、なかなかこう、まあ、最強な技レベルでね強いですね。なんでこのウォールブレイカー釣りは結構、まあ、慣れれば簡単ですね。で僕ここディガーを逆サイにしたんですけど、メガナイトとかミニペでディガー拾えるので、あのサイドを変えましたね。逆サイド削りだと相手に逆サイド攻められやすいので、カウンターにうまくつなげていけないっていうのでね、ここで、まあ、同サイに僕はこのタワーを守るっていうので、ミニペとかメガナイトがあるんでね、後ろから出して相手のディガー拾えるんでね、はい、こんな感じですると相手はねこっちを攻めにくくなるんで、まあ、そんな感じで、まあ、相手によってはサイドを合わせたり変えたりしつつですかね。さっきの遅延スケラはサイド同サイだとあの相手のねアイスイズとかビビとかが残っちゃうんで、でカウンター来ちゃうんで基本的に逆サイド振ったりって感じだったんですけど、でここはあまあ取んないですね。でミニペで完封ですね。そうウォールブレイカーとかミニペで完封できますね。ハンターでも完封できますね。ダックプリでも完封できますね。まあ、そんな感じでいろんなユニットで完封できるんで、その完封を知っとくのもでかいですね。で相手はコウモリがきつい。コウモリがきつい。さあコウモリ稼ぐ。でここまず踏みますね。さあメガナイトが竹取ってる時の相手のディガー受けがあんまないんですよね。メガナイトにナイト使っちゃうとディガーがほぼ角で入るんで、それが強いですね。でここちゃんとねディガーを抑えつつ、でいい感じにね突破したい、突破したいマンですね。でこれ多分防衛ザップですね。攻めでザップしたかったんですけど、このウォールブレイカー2発めっちゃ痛いんだね。この防衛がうまいですね。でもここウォールブレイカー入るのめっちゃでかい。ここめっちゃ怖いですよ。抑える、あここは全然でした、ごめんなさい。もうこれだけで相手辛いですからね。でコウモリを生かすためにメガナイトよりも先に、まあ、ディガーを飛ばしてきますね。でこれザップとか思ったんですけど、ちょっと防衛で使いたいなと悩んで、待ってメガナイトの気分ジャンプで稼ぐ。怖いザップ怖え、ここへタルザップでね緊急回避ができます。でディガーの位置をあの今まで飛ばしてないようなところに飛ばしてフィニッシュと。いやこれはでかいですね。結構相性いいと思いますね。来シーズンなどうなるんだろうね。早くてかマジで急いで動画撮ってますね。あのメンテナンス来てリプレイ全部消えるとこれ全動画出せなかったんでね、はい、急いで、ま、動画撮ってます。で IMJP 選手ですね。ケソ、元キックスめっちゃうまい人ですね。あの金髪ね、あバモースの人ですね。バモース、あのめっちゃ叫ぶ人で、ナイトマスケ来て、まあ多分ホグだろうなーって感じですね。で相手もクエイクウッドザップなんですよね。さっきのねウォールブレイカー小物がとかがやっぱ流行ってるんで、このウッドザップクエイクって結構えぐいですね。ホグサンスペですかね。トルネとかならまだしも、いやこのホグやばくないですか。これホグを磨かないと、ホグで釣りつつの、しかもホグノーダメからの磨かないとねボムタワーで処理されるって、これねすごいですよね。普通にやってきますからこういうこと。で僕としては、まあ、さっきと同じ感じですね。同サイで相手のホグをできるだけダメージ抑えていきたい、いきたくて、マスケをディガーで飛ばすことさえできれば、僕のミニペッカの受けが相手にも別に優秀ではないので、まあ、ナイトゴブリン、これスペルが多いデッキだとこれミニペがやっぱ止まらないですね、なかなか。なので、まあ、ミニペをどうにか通したいなと思いつつ、さあで多分ホグ釣りかな。そうですね、いやこのホグ釣りがねしんどいですね。しんどいんですけど、相手これやってますね。これ相手このクエイクやったことによってコストがないんですよ。今本当だって5コスあるのに、今クエイク打ったことによってコストがなくて、勝手に積んでくれましたね。しかもこれボムタワーの位置なんかやってて、めちゃくちゃありがたいですね。これ
これによって相手はもうそういうことなくて、コウモリ追加のタイミングとナイトのタイミングかぶってザップ打てずに大ダメージですね。しかもコウモリがね、避けた、コウモリが避けたんじゃねえな、ザップがずれた。でここメガナイトがタケ取ってるんで、すかさずね削りに行くが、いい感じに抑えられて、で一応1個取られる想定でディガーで削っていきますね。まあ、ですが本当に守りたいのでザップまで使って守るんですが、ザップ打たれる。で今ザップ打ったんでメガナイトコウモリですね。このコウモリがねめっちゃ辛い。あとメガナイトも辛い。で今ゴブリンここで使っちゃったんで、このミニペがね、ミニペが抑えられないんですよ。で僕はもうここはもう無視ですね。ここは無視してキング行って終わりという感じで、まあ、結構ね小物デッキに強いですね。こういうデッキ、陸行き少ないデッキとか、まあ、そんな感じで、これも34美味しいです。まあ、そんな感じですかね。スパーキーはやばいですね。スパーキーとエリゴレだ。あのヒースピレイジエリゴレとヒースピレイジスパーキーがね、もううじゃうじゃいましたね。えぐいっすね。なんでヒースピがまあ強い、ヒースピが強いのか、まあ、わかんないですけど、もうスパーキーだってヒーラーとか入ってないんで、まあ、ちょっとえぐいですね。まあ、ミニペが顔をされたら、またわかんないんですけど、そんな大きな顔でもないので、ちょっとこのスパーキーはね、強そうですね。はい。というわけで、まあ、今日はこんな感じでね、終わりますので、次もプロエフが始まるので、動画、どうだろうね、ちょっと落ちるかもですが、頻度が。とりあえずね、まあ、新環境動画ぐらいは出したいなと思うんでね、ぜひそちらも見てみてください。というわけで、ぜひね、チャンネル登録お願いします。46、いい感じですね。で、これで次30位取って、15位取って、3位取って1位って感じですね。はい。ちょっと時間かかるんですけど、1位目指して頑張ります。では、お疲れ様でした。バイバイ。